ジョン・ハバールはアメリカ合衆国の画家である。ウィリアム・ハーネットやジョン・フレデリック・ピートと共に19世紀末のアメリカに現れたトロンプルイユのスタイルを代表する生物画の画家の一人である。使い古された紙幣や写真などを精密に再現した作品を描いた。コネチカット州のニューヘイブンにドイツのシュバーベンからの移民の息子に生まれた。14歳で版画家の弟子になった。 その後、イエール大学のイエール P ボディ自然史博物館の技術スタッフになり、古生物学者のオスニエル・チャールズ・マーシュの指示で標本の整備の仕事も長く続けた。1884年になって、ナショナル・アカデミー・オブ・デザインで絵を学び、トロンプルイユのスタイルの作品を知って、興味を持った。使い古された紙幣のような、かすかに折り目などが残る平面の対象物を、 微妙な陰影を使ってリアルに描くのが得意であった。1890年代に描かれた独身者の引き出しは典型的なスタイルで紙幣や切手、チケット、雑誌の切り抜きなどがリアルに描かれている。当局からは紙幣を題材に描くのを止めるように警告を受けたが何度も紙幣を描いた。ナショナルアカデミー・オブ・デザインや ペンシルベニア美術アカデミーの展覧会に出展し、人気を得た。ハバールの作品はこれまで絵が飾られることが少なかった。書店とか主店とかに飾られたとされる。1893年までには視力を劣化させ、細密な美容者ができなくなった。ありがとうございます。